ミスマガジン2022審査員特別賞の藤本沙羅です。私がこのオーディションに応募しようと思ったきっかけは、何か新しいことにチャレンジしたいという意思からでした。そして実際この審査員特別賞という素敵な賞をいただいてから1年間たくさんの経験をしてきて、たくさんのチャレンジをすることができました。これから発表する方にも、ミスマガジンとして自信を持ってたくさんのことにチャレンジしていってほしいと思っております。これからのご活躍を楽しみにしております。それでは発表いたします。ミスマガジン2023審査員特別賞はお二人いらっしゃいます。加藤綾乃さんと吉井シエルさんです。おめでとうございます。皆様拍手でお迎えください。どうぞステージ中央へお越しください。ミスマガジン2023審査員特別賞を受賞した加藤綾乃さん、吉井シエルさんには藤本沙羅さんからたすきが贈られます。ミスマガジン2023審査員特別賞を受賞いたしました加藤綾乃です。こんな素敵な賞をいただけることにとても嬉しく思います。皆さん応援してくださった皆さんのおかげです。これからグラビアだけでなくいろんなお仕事をしてファンの皆さんに活躍をたくさん届けられるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ミスマガジン2023審査員特別賞をいただきました吉井シエルです。本当にこのような素敵な賞をいただけたことは、いつも応援してくださる皆様のおかげだと思っています。ありがとうございます。そしてこのミスマガジンで、素敵な先輩方に並べるくらい素敵なタレントになりたいと思っています。今後このミスマガジンでいろいろなグラビアができるのがすごく楽しみで今からワクワクしています。その他にも女優さんとして私の大好きな特撮に出たり、食べることが大好きなのでグルメの番組に出たりするのがすごく夢なので、これからもファンの皆様の応援に応えられるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ミスマガジン2022年読者特別賞の三宮鈴です。まず2023の皆様本当に受賞おめでとうございます。本当に自分がね1年経ったのかってぐらい濃い1年間だったのですが、ミスマガジンを受賞してから本当に自分は人生が変わりました。私だけではなく受賞してきた数々のいろんな先輩方皆様が本当にそう思われると思います。でグラビア以外でも映画だったりラジオだったり本当にいろいろな貴重な経験をさせていただいてとても濃い1年間になりました。ね、ここまで来るまでに本当に今年の皆様もすごいショールームだったりいろいろな辛いことや嬉しいこともたくさんあったと思います。でもこれからの1年ですごい楽しいこともたくさんあるので皆様には本当に頑張ってほしいです。この全国の中からね選ばれた素晴らしい6人なので自信を持って頑張ってほしいと思います。改めておめでとうございます。それでは発表させていただきます。ミスマガジン2023読者特別賞は一ノ瀬瑠奈さんです。おめでとうございます。どうぞステージ中央へお越しください。ミスマガジン2023読者特別賞を受賞した一ノ瀬瑠奈さんには三宮鈴さんからたすきが贈られます。ミスマガジン2023読者特別賞に選んでいただきました一ノ瀬瑠奈です。読者特別賞はやっぱり皆さんの応援のおかげで取れた賞だと思うので、これからも
演技だったりいろいろな私の姿を見せられるように頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そしておめでとうございます。ミスマガジン2022週刊少年マガジンの斉藤里奈です。早いものでもうすでに後輩ができるんだと思うと、寂しい気持ちもあり嬉しい気持ちもあり複雑な気持ちで今ここに立っています。去年はそんなに緊張してなかったんですが今年の方が緊張してるような気もします。私たちが1年間、今までで経験できなかったようなことをたくさん仕事で経験させていただいてそれが次世代に受け継がれるんだと思うとすごく嬉しく思いますしこの歴史のあるミスマガジンに自分も名を残せたことがすごく光栄に思います。これから1年間皆さんには頑張ってもらえたらと思います。それでは発表いたします。ミスマガジン2023ミス週刊少年マガジンは西尾のぞみさんです。おめでとうございます。どうぞステージ中央へお越しください。ミスマガジン2023ミス週刊少年マガジンを受賞した西尾のぞみさんには斉藤里奈さんからたすきが贈られます。ミスマガジン2023ミス週刊少年マガジンに選んでいただきました西尾のぞみです。はじめにこのような素敵な賞をいただけてとても嬉しいです。このような素敵な賞をいただけたのはいつも応援してくださっているファンの皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。これからたくさん成長して自分らしく精一杯頑張りたいと思います。応援よろしくお願いいたします。ミスマガジン2022ミスヤングマガジンの賞を受賞させていただきました桜瑞希です。私はこの1年間ミスマガジンを通して様々なことに挑戦させていただきました。ラジオのレギュラーであったり映画の主演であったりと絶対に1年間では経験しえなかったことをたくさん経験させていただきました。またミスマガジン2022の6人は本当に大切な宝物です。辛い時も楽しい時も6人で1年間支え合って頑張ってきました。ですのでミスマガジン2023の皆さんもきっとこの選ばれた皆さんが素敵な仲間になるであろうことを私は祈っております。それでは発表させていただきます。ミスマガジン2023ミスヤングマガジンは松田美桜さんです。おめでとうございます。どうぞステージ中央へお越しください。ミスマガジン2023ミスヤングマガジンを受賞した松田美桜さんには朝倉瑞希さんからたすきが贈られます。ミスマガジン2023ミスヤングマガジンに選んでいただきました松田美桜です。まずこのような素敵な場に立つことができて本当に嬉しいです。ここまで来れたのも応援してくださるファンの皆様、事務所の方々、家族、友人のおかげだと思っています。これからがスタートだと思って精一杯頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。昨年ミスマガジン2022でグランプリを受賞させていただきましたここです。ミスマガジンを受賞させていただいてからのこの1年間は何とも変えることのできないすごく素晴らしい貴重な経験をたくさんさせていただきました。その1年間を通して今後は自分の夢であるモデルと女優を両立して、生き生きと活動していけるようにその夢に向かって頑張っていきたいと思います。そしてミスマガジンという大きな名前に恥じぬように今後も精進していきたいと思います。ありがとうございます。ミスマガジン2022グランプリの咲田優奈です。この1年は本当に
グランプリを受賞してから刺激的で新鮮な毎日だったので、このミスマガジン2023の方たちにはまた変わった私たちとは違ったような景色とかいろんな刺激的なことがあると思うので、それらを全部楽しんでもらえたらと思っております。これからのご活躍を、心より願っております。それでは発表に移りましょうか。それでは僭越ながら発表させていただきます。ミスマガジン2023グランプリは今森麻耶さんです。おめでとうございます。皆様盛大な拍手でお迎えください。どうぞステージ中央にお願いいたします。ミスマガジン2023グランプリを受賞した今森麻耶さんには佐喜多由奈さんからたすきが贈られます。ミスマガジン2023グランプリに選んでいただきました今森麻耶です。まずは画面の奥で応援してくださった皆様、そして近くでサポートしてくださった皆様、審査期間中の応援本当にありがとうございました。これからはミスマガジンを第一歩として活動を頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。そしておめでとうございます。